片町線。片町線は、京都府木津川市の木津駅から、大阪府大阪市宮古島区の京橋駅に至る、西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、幹線である。1988年3月13日に、学研都市線、か、県都市線の愛称が設定され、以降、片町線と案内されることは、ほとんどない。このほか、 通称上等貨物線と呼ばれる、死にの駅水田貨物ターミナル駅間及び、小学自信号上平野駅間の貨物姿勢を持つ。本校では正式な路線名を示す場合を除いて、東海道本線の天ヶ崎駅から、三宮方面については、JR 神戸線、福知山線区間、天ヶ崎駅四の山口駅間は、JR 宝塚線、関西本線、 九宝寺駅奈良駅間、奈良駅木津駅間は、大和寺線の愛称で記述する。JR 西日本のアーバンネットワークに含まれる路線の一つである。伊古間山地の北端を回り、大阪府北川地地域の各都市や京都府南部に広がる住宅地と大阪、阪神方面との通勤、通学路線となっている。また、愛称の通り、関西文化学術研究都市田辺地区の アクセス路線でもある。元は路線名の由来であった片町駅が終点だったが、同駅が JR 東西線開業と同時に、同線の大阪城、北詰駅に置き換わる形で廃止されたため、京橋駅が終点となった。片町駅が廃止された後も正式な路線名は変更されていない。1990年に制定されたラインカラーは黄緑で、選定理由は、 これからの若いエネルギーをイメージとしていたが、2014年度に路線記号 H を導入した際にラインカラーは直通運転している JR 東西線と同じ応答色に変更されている。関西の日本国有鉄道、国鉄線で初の電区間であり、関西国連発祥路線とも言える。また国鉄では武蔵野線に次いで、 西日本地域としては初めて自動改札機を採用した路線でもある。旅客営業区間の全線が旅客営業規則の定める大都市近郊区間の大阪近郊区間及び長尾駅京橋駅間が電車特定区間に含まれ区間外よりも割安な近距離運賃設定となっている。また、全線が IC 乗車カード、愛 c o カのエリアに含まれている。 全区間を JR 西日本近畿統括本部が管轄している。北陸新幹線の京都から新大阪間のルートは、当線の松井山手駅に近畿地方で唯一の北陸新幹線単独駅を設置する京田鍋ルート、南回りに確定しており、これにより関西文化学術研究都市の経済振興が図れるとされている。上等貨物線は、 日本貨物鉄道、JR 貨物が同線を経由する貨物列車を運転しているが、そのうちしぎの駅水田駅付近間は、第三セクター会社の大阪外環状鉄道によって、大阪東線として旅客船化ける工事が進められている。2008年3月15日には、上東貨物線の一部であった南側の放出駅、旧宝寺駅間が先行を開業した。 当初2006年度に新大阪駅、旧法寺駅間の開業を予定していたが、用地買収の難航や新大阪駅付近にある、開かずの踏切で地元との調整が難航していたことなどから遅れていたが、梅田貨物線に乗り入れることで解消し2019年3月16日に開業する予定である。京都府内は、伊駒山地の東側から北側に沿っており、ほぼ全区間が単線である。 関西文化学術研究都市の沿線であるため、近年は利用者が増えている。起点である、木津駅は、京都府の最南部木津川市に位置し、片町線、学研都市線の列車は一線のみを使用している。木津駅を出ると大きく、左にカーブし、住宅地の合間をカーブしながら抜けると右側のみ、ホームのある西木津駅、その先で右にカーブして、 近鉄京都線をくぐって、しばらく近鉄線と並走し、聖火町に入り、関西文化学術研究都市の玄関口である、宝送の駅に着く。左側に、ホームのある、下駒駅を過ぎると、京田辺市に入って、次第に右手には、近鉄最大事件尺宮津車庫の横を走行し、行き違い設備を持つ JR 三山木駅、続いて同志社大学京田辺キャンパスの最寄り駅である。 同志社前駅に着き、さらに、三つ万歩と呼ばれる、レンガ橋の天井側をくぐって、京田辺駅に着く。2010年3月12日まで、京田辺駅では全列車の車両の増解決が行われていたが、これは、京田辺駅以南は4両編成しか運転できなかったためである。京田辺を出ると再度天井側をくぐって、京奈自動車道との交差部に、大隅駅があり、 左右にカーブを進みながら住宅地が多くなると、屈作駅の松井山手駅である。松井山手駅は、船内で一番新しい駅であり、駅周辺のニュータウン開発に伴い開業した。木津駅から松井山手駅までは、終日、列車のドアは半自動扱いとなっている。松井山手駅からは、複線で京橋方面からのほとんどの普通がこの駅で折り返しており、 引き上げ線も一線設けられている。第二京阪道路を越えると、大阪府に入る。1989年3月の松井山手駅、開業、長尾伊東電化伏線化までは、大隅駅、長尾駅間に大谷トンネル、奥大谷トンネルの2本のトンネルがあった。大谷トンネルは改作されて現存しない。松井山手駅が、旧、 大谷トンネルの位置にあるとされることが多いが実際にはそうではなく、大谷トンネルを含む急線は松井山手駅より少し東に位置する。奥大谷トンネルは京都、大阪の不堺にあったが、トンネルの老朽化と伏線化対応のため、トンネルの北側を切り通しにして線路が付け替えられた。急線の路盤は埋められたが、京橋方のポータル、高校の上部が地上に出ており、 現在、線の車窓からも見ることができる。大阪府内は、市場のあて付近まで、生駒山地の北側から西側を走り、進路を変えて精神する。大阪府平方市に入るとすぐに、長尾駅、藤坂駅と続く。津田駅では、島式に面4線の用地が確保されているが、実際に線路が付設されているのは内側2線のみで、東側1線は、補線基地として使用されている。 片野市に入り、第二京阪道路を過ぎて、右にカーブを進むと、京阪片野線との乗り換え駅である、川内岩尾線駅を過ぎて、高賀駅である、星田駅である。高賀を降りる前に、根屋川市に入り、屈作駅の東根屋川駅で、再び住宅地が目立つようになると、その先の市場縄手市内で、再び高賀となり押し気球駅、高賀を降り地上駅で2面4線の市場縄手駅に、 つく。四条縄手駅は、京橋方面からの列車は、どのホームでも折り返すことができる駅で、朝夕のラッシュ時は、四条縄手駅発着の列車が、数多く設定されている。なお、四条縄手駅の所在地は、四条縄手市ではなく大東市である。続く、野崎駅は、野崎観音の最寄り駅で、参道は、商店街となっている。大きく、右にカーブして、 御地川を渡ると、高架駅に目見温泉の隅の道駅、東大阪市に入って、河野池新田駅と続き、近畿自動車道、大阪中央環状線を越えると、近畿車両を左手に眺めて地平に降りると、特安駅である。同社では、JR 西日本のほか、親会社である近鉄など、他社の車両も多く製造しており、車窓から、半室前の車両が見えることもある。 特安駅を過ぎて大きく、右にカーブすると大阪市に入り、下り線は大阪東線を越えるための高架となり、その高架からは、阿保市総合車両所赤支所放出発出所を眺めることができる。放出駅では大阪東線が分岐し、同線に直通する直通快速も運転されている。大阪東線は、放出駅から新大阪駅間の開業に向けて、 着々と工事を進めている。片町線でも年に2、3回線路切り替え工事が深夜に行われている。市議の駅はカーブ区間にホームが設置されており、駅係員も終日ホームに常駐している。寝屋川を渡って上等貨物線が右に分かれ、左にカーブすると現在の終点である京橋駅に到着する。 なお一部の列車を除き大半の列車が JR 東西線へ直通運転を行う。かつての終着駅であった片町駅は京橋駅からそのまま直進した場所にあった。1989年3月11日に木津駅、長尾駅間が電化されるまでは長尾駅で運転系統が分かれ、木津駅、長尾駅間には機動車が運転されていた。 歴史の節も参照。また、当時の木津駅、長尾駅間の起動車列車は、関西本線亀山駅奈良駅間の列車と、共通の二両編成で運転されていた。JR 東西線開業前は、片町駅市場縄手駅間では、日中時間帯、快速2十分間隔、普通十分間隔であったが、開業後は、同線と一体的な運行形態が組まれ、福知山線、 JR 宝塚線宝塚方面や、東海道本線、山陽線、JR 神戸線神戸方面と直通運転を行い、日中時間帯は、快速、普通とも15分間隔に変更した。普通や、快速のほか、朝晩には、区間快速及び、関西本線、山和寺線奈良駅発着の列車が運行されている。全列車が7両編成で運転されている。 2010年3月12日までは、京田辺駅で車両の連結、切り離しが行われ、京田辺機動車前駅、木津駅間は4両編成で運転されていた。207系の量産車に4両編成と3両編成が存在するのは、このような運用を考慮したものである。2015年3月14日、改正時点の運行形態は、以下の通りである。 15分サイクルでの運転が基本で、換算時間帯の運転本数は、上表の通り、1時間あたり、区間快速は、傷発着2本、同士車前発着2本、普通は、市場縄手発着4本が設定されている。すべて、JR 東西線直通で、区間快速は、JR 宝塚線、塚口まで直通、普通は、JR 神戸線すまし発、 西赤島で直通となる。木津駅、長尾駅の各駅と、川内岩尾線駅、星田駅、四条縄手駅、隅野道駅、宝出駅、京橋駅に停車する。大半の列車が JR 宝塚線に直通し、塚口駅、宝塚駅、新三田駅、篠山口駅まで乗り入れる。JR 神戸線からの直通列車は、土休日夜に、 西赤市発同志社全域、JR 神戸線内は各駅停車の普通が2本設定れているが、JR 神戸線への直通列車はない。夜には京橋駅から JR 東西線、JR 宝塚線内は各駅停車の普通となる宝塚、新見待機の快速がある。早朝、深夜には木津駅経由で山和寺線と直通する奈良駅発着列車が1。 往復運転されている。この列車は大和寺線系統の快速と同じく奈良山駅に停車する。主に朝夕に運転されている。2015年3月13日までは日中にも設定があったが、区間快速に置き換えられて廃止された。ラッシュ時は基本的に隅野道駅で普通と環球接続を行う。 快速は1988年3月13日に設定された。当初は長尾駅片町駅間に平日のみ、上り1本、下り2本が運転され、途中の停車駅は、四条縄手駅、墨野道駅、宝出駅、京橋駅のみであったが、同年9月1日に川内岩尾線駅が停車駅に追加された。年月日の、 改正で日中にも設定され、同志社前駅、木津駅まで運転区間を拡大し、長尾駅から終点までは各駅に停車するようになった。1989年3月11日からは全区間3両編成で運転されていたが、混雑が非常に激しいことから1990年3月10日から4両編成に変更された。1997年3月8日に、 JR 東西線が開通するまでは、朝の同志社大学への通学用に、片町発同志社全域、7両編成で運転し、松井山手駅で、あと3両を切り離しが2本運転されていたのを除き、朝ラッシュ時には、快速は運転されず、1時間あたりの本数は、日中は、片町駅同志社全域間で3本、20分、間隔、同志社全域木図駅間で1の2本。 40分間隔、夕方以降は4両編成で、京橋駅同士車前駅間で4本、16分間隔、同士社前駅木津駅間で2本、32分間隔が運転されていた。大阪東線が部分開業した2008年3月15日から、奈良駅山崎駅間に、大和地線、大阪東線経由で朝夕に運転している。 運転本数は朝に、奈良発甘ヶ崎駅4本、夕方に、甘ヶ崎発奈良駅4本である。当線内は、放出駅、京橋駅に停車し、市議の駅を通過する。車両は2011年3月11日の、甘ヶ崎駅まで223系6000番台4両編成を2本、連結した8両編成が、同日夕方の奈良駅以降は207系が、使用されている。 あとに321系も運用されている。2019年3月16日の大阪東線、新大阪駅放出駅間開業に伴い、全列車が新大阪始発、終着となるため、当線、JR 東西線での運行が廃止される予定。木津駅市場縄手駅の各駅と隅野道駅、放出駅、京橋駅に停車する。京橋方面行きの下り列車は早朝。 朝ラッシュ時及び土曜、休日の午前中、毎日日中に京田辺、木津方面行きの上り列車は日中、夕ラッシュ時、深夜に運転されている。木津発号時代の一番列車は、区間快速で、朝ラッシュ時間帯は京田辺、松井山手発の列車が多数運転されている。大半が、天ヶ崎駅発着及び JR 宝塚線、塚口駅、 新三田方面直通であるが、JR 神戸線との直通列車として、朝に西明石行き、夜間には西明石発の列車、JR 神戸線内は各駅停車の普通が運転されている。大和寺線奈良駅発着列車、木津駅経由も一往復運転されている。日中時間帯は、京橋駅同士車全駅間が1時間に4本。 同志社前駅、木津駅間が1時間に2本の運転である。夕方ラッシュ時は、京田辺駅が運転されている。京橋発22時台の最終は、木津駅で、23時台は、京田辺駅と、松井山手駅が運行されている。上り木津方面の列車は、天ヶ崎駅で普通、快速から、区間快速に、下り天ヶ崎方面の列車は、京橋駅で、区間快速から、普通、 快速に種別が変わる。2010年3月13日のダイヤ改正で普通、快速を置き換えて増発し、気づきの最終列車も快速から区間快速に変更された。また、2015年3月14日のダイヤ改正で日中の快速が区間快速に変更された。全区間で各駅に停車する。 大半の列車が JR 神戸線西明石方面と直通運転している。朝晩には JR 宝塚線の塚口駅、宝塚駅、新三田駅を発着する列車も設定されている。朝ラッシュ時の京橋方面行きの下りは後の10分間隔で運転されている。日中時間帯は京橋駅市場縄定期間で1時間に4本運転されている。 夕方は、京橋駅、松井山手駅間の列車の間に、京橋駅市場縄手駅間の区間列車が入る。木津駅発着の普通は、木津駅上り列車が、早朝のみと木津発が、下り最終のみである。JR 東西線開業前は朝ラッシュ時に、快速の設定がなかったため、その時間帯に、木津駅、同士車前駅発着列車の設定があった。 1999年5月9日までは、朝の市場縄手駅京橋駅間は4分間隔であったが、区間快速への置き換えが進んだ。2002年3月22日までは日中にも京橋駅市場縄手駅間で1時間に6本が運転されていた。区間列車については1999年5月10日に4両に減車され、最終的に廃止された。 2006年3月17日までは、長尾駅や大久保駅発着の列車も設定されていた。2010年3月13日のダイヤ改正では、日中時間帯の上り松山手駅がスマ発に変更された。このダイヤ改正以前は、夕方らし主事の系統は、京橋発市場縄手駅で、折り返し市場縄手発西赤市駅として運転されていた。 2011年3月12日の改正で平日午前中の一部列車が長尾駅より開始に変更され夜の JR 神戸線直通の一部が市場縄手発に変更された2012年3月17日の改正で日中の松井山手駅発着が長尾駅発着に変更された2015年3月14日のダイヤ改正では日中の列車の運転区間が 市場縄定期発着に見直された。JR 東西線が開業した1997年度には、快速、万葉レジャー号が新三田駅奈良駅間で1往復。ただし新三田駅木津駅間は、定期列車が運転されたほか、2000年と2001年には、快速、神戸シーサイドレジャー号が、市場縄定期に西明石駅間で1往復運転された。現在は、 臨時列車の運転はない。大晦日深夜から元旦にかけて、片町線では、京橋駅市場縄定期間、運転区間は、JR 宝塚線宝塚駅、JR 東西線市場縄定期間において、普通のみ、約30から60分間隔で、終夜運転が実施されている。かつては、市場縄定期京田鍋機間でも、普通のみ、約60分間隔で、 終夜運転が実施されていたが、同区間の運行は2017年度をもって、取り止めとなった。平日、土曜、休日にかかわらず、毎日、始発から終電まで、全列車の傷側から3両目、321系では歩行者に、女性専用車が設定されている。対象車両及び乗車位置には、女性専用車の案内表示が設置されている。なお、 ダイヤが乱れた際は、女性専用車の設定が解除されることがある。当選では、2002年7月1日より、平日の始発から9時までに、京橋駅に到着する、下り列車の最後部車両を女性専用車として、試験的に導入し、同年10月1日から本格的に導入した。その後、同年十二月七日からは、木図方面行きの列車にも設定するとともに、 設定車両を傷側から3両目に変更し、平日の17時から21時までの時間帯についても女性専用車の設定を行った。さらに2011年4月18日からは、平日、休日にかかわらず、毎日、始発から終電まで女性専用車が設定されるようになった。全列車が電車で運転されている。 直通運転を行う JR 東西線と共に、全区間の列車がロングシート車で占められている。また、所属は、阿保市総合車両所所属、赤市所配置である。直通先の JR 宝塚線や JR 神戸線の普通、また JR 京都線の普通と共通運用となっている。現行の主力車両である207系が最初に、 投入された路線が東路線であることや、東路線の延長路線である JR 東西線の開業もあり、JR 西日本の電化路線では、最も早く、全列車が JR 発足後製造の車両におけ、変わった路線である、103系は JR 東西線、開業前の1996年に運用終了。なお、直通先の JR 東西線では、開業当初から二百七系、 2008年以降は207系に加え321系のみが使用され、201系、205系は入線しなかった。片町線は関西文化学術研究都市へのアクセスとして重要な役割を担うため、大阪方面との輸送力の強化の必要性が大きく高まっていたが、松山手駅等東は単線区間が残っており、単線区間では 京都ができず、列車の増発には限界があった。京都府は輸送需要の増加が一時期松井山手駅、京都心に高速化、輸送力増強が早期に実現できるよう JR 西日本への要請を強め、1998年の補正予算でも、高速化、輸送力増強事業費及び車整備費補助金として合計1、 100万円を計上した。輸送改善の工事は1998年10月に着工し、松井山手駅京田鍋機関の高速化が行われ、大隅駅に行き違い設備の新設、京田鍋駅の構内改良、JR 山山木駅付近の線路移設及び行き違い設備の新設、高架化が行われた。これにより、列車の増発が可能になり、京橋方面から、 京田辺駅まで7両編成で運転できるようになった。その後、2005年4月25日に発生した福知山線脱線事故を受けて同志社大学の八田英治学長、当時名による申し入れがあり、京田辺駅木,木津駅間でも輸送改善工事が行われた。同志社全駅木津駅間の各駅のホームを4両編成から7両編成に対応できるように延伸する工事が行われ、 2010年3月13日から京田辺駅で行われていた車両の増解決がなくなり全線で7両編成で運転することが可能になった。なお、片町線複線促進規制同盟会では JR 西日本に対し輸送力の増強及び夜間の時間帯の輸送改善及び全線の複線化を毎年要望している。伏線化については一部区間には 用地がある。片町駅市場縄手駅間は、何和鉄道が、生駒山地北部の飯森山清六にある野崎観音、次元寺、市場縄手神社への山経鉄道として1895年に開業させたもの。市場縄手駅から新木津駅、木津駅間は、その頃、大阪進出を計画していた関西鉄道が1897年に、 何は鉄道と共に合併した、白川鉄道から、四条縄わ駅、長尾駅木津駅間の鉄道敷設免許を使い、翌1898年に開通させたものである。関西鉄道は、網島駅四条縄わ駅から、新木津駅間を、名阪間を結ぶ本線とし、網島駅名古屋駅間に、四条縄わ駅経由で、直通列車を運転するが、1900年に、 大阪鉄道を合併して、名阪間の本線を王子駅経由に変更、さらに、鴨駅奈良駅間を大仏駅経由から、木津駅経由に変更した1907年より後は、木津駅桜の宮駅、片町駅間を結ぶだけのローカル線となった。同年国有化され、1909年に、木津駅桜の宮駅間を桜の急線、宝出駅片町駅間を、 片町線とするが、1913年に放出駅、桜の宮駅間を廃止し、木津駅片町駅間が片町線となった。1932年、四条縄定駅片町駅間が、関西の国電区間では初めて電化され、1929年に開通した半和線は、当時半和電鉄という私鉄木津駅四条縄定駅間は、 C11 型が牽引する汽車、市場縄定駅片町駅間は電車になった。C11 系投入後は、蒸気機関車が廃止されるまで、同期がもっぱら列車牽引に用いられた。戦前の当選の特色として、陸軍大阪砲兵交渉、現在の大阪城公園の一部、大阪ビジネスパーク、森の宮電車区、大阪メトロ、森の宮検車場の地にあったと沿線に設置された。 交渉や火薬庫を結ぶ重輸送がある。これらの施設までは陸軍の専用船が付設されていた星田駅、香織製造所、津田駅中宮の金谷火薬庫、現在の加古間駅付近放送の弾薬庫の参戦。戦後、施設の廃止により香里と中宮のに至る専用船は道路化されたが、戦後に米軍及び自衛隊の施設に転用された。 高園の専用船はその後も使われ、現在もその後をわずかに止めている。なお、香織製造所の敷地は1958年から、香織団地に、専用跡は、平方市道、片野市道に流用された。中宮野の,の金屋火薬庫は、小松製作所大阪工場に流用され、1967年10月からは、この頃に、一般国道昇格が定めされた主要地方道、 港口平方線、1970年4月1日に国道307号へ昇格バイパスに流用されている。戦後の1949年には、市場縄定駅片町駅間22分間隔、所要時間34分のところを20分間隔、所要時間は日中22分、朝夕24から26分に増発、スピードアップされた。年に、 長尾駅市場縄手駅間が電化され、非電化区間は、機動車の規ハ4万線型に変わり、汽車は、木津駅放出駅間1日2から3往復、放出駅片町駅間と上等貨物線については、不明の貨物列車だけに行った。1972年に、蒸気機関車使用廃止。木津駅、長尾駅間は、機動車が、日中以降1から2時間間隔で運転されるだけで、あり。 国鉄末期に増発が行われた。国鉄分割民営化後の1989年に、木津駅、長尾駅間が電化され、全区間で電車が運転されるようになった。1997年、JR 東西線が開業し福知山線、JR 宝塚線、東海道、山陽本線、JR 神戸線との直通運転を開始。同時に、 京橋駅片町駅間が廃止された。以下で区間の廃止は特に中期がなければ当該駅及び信号場間の営業線としての廃止を意味する。廃止日以降も車両基地への回送線としてや重複区間であるため一部区間では線路が残っていた場合はその旨中期した。高祖の駅、同志社前駅、大隅駅、藤坂駅、津田駅、 東根谷川駅、河野池新田駅が JR 西日本交通サービスによる京無委託駅、西木津駅、下駒駅、JR 山山木駅が無人駅、それ以外の駅は JR 西日本の直営駅である。括弧内の数値は起点からのキロほど。括弧内は木津駅起点の営業キロ。廃止区間の駅を除く。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。